YouTuber バ,バーチャル YouTuber バ,バーチャル YouTuber は2016年12月に活動を開始した絆愛が YouTuber 活動を行う際に自身を称したことに始まる語である。もともとは絆愛自体を指す語であったが2017年末以降では主にインターネットやメディアで活動する 2DCG や 3DCG で描画されたキャラクターもしくはそれらを用いて 動画投稿、生放送を行う配信者の総称を指す語として使用されている。略語として、ベトゥーバー、VTuber ともいい、2021年現在では活動の場が YouTube に限定されない場合もあり、その際はベトゥーバーの名称が使われることが多い。バーチャル YouTuber とは、2016年12月に絆愛が YouTuber 活動を行う際に名乗り、初めて使用された名称である。知名度の拡大により、一般的に使用されるまでは、他のユーザー間でも広く使われていたというわけではなく、もともとは絆愛自体を指す名称であった。同時に、本人によるバーチャル YouTuber というカテゴリーの中で、自身を世界初のバーチャル YouTuber と位置づけてきた。すなわち、 バーチャルユーチューバーの原理としては、絆愛と言えるが、2017年末頃より強い、注目を受けたタイミングから総称としての使われ方をされるようになったとされ、絆愛は、この時期を何かが弾けて一気に注目されたタイミングと表現している。もっとも、現在でも総称としての定義は人によって異なるなど、一定しているわけではない。絆愛が2017年末を、 何かが弾けたと表現しているように2017年末から2018年はバーチャルユーチューバーの文化が急激に拡大した時期ということができ二次三次やホロライブが演者の募集をかけると同様に他の企業の参入演者の募集も相次いだこともあり2018年の1年を通してバーチャルユーチューバーの人口は10倍前後に拡大した一方で 2018年に対して2017年は、主にユーザーが拡大し始めた、黎明期と言える時期であり、中でも、複数の書籍でも取り上げられることの多いユーザーとして、電脳少女白、未来あかり、バーチャルの、ジャロリクツネ娘ユーチューバーおじさん、かぐや好きが挙げられ、これを、バーチャルユーチューバー四天皇と呼ぶ場合がある。ここに、絆愛を含め5名を四天皇と呼ぶ場合もある。 コミケプラスでは4.0をベトゥーバー黎明期の同票と表現している。また、ミカミクダンスと呼ばれる 3D アバターを制作していたモデラーやライブ 2D で使用可能なイラストを執筆できるクリエイターの参入等によりバーチャルユーチューバーというカテゴリーはより活発なものとなっていった。これらバーチャルユーチューバーの大きな特徴として 人間の全身の動きを読み取るモーションキャプチャの利用を上げることができる。モーションキャプチャは日本においてエンターテイメント分野では 3D モーションの作成をはじめとして1990年代からゲーム開発等において用いられてきたものであるがこの技術を利用することでリアルタイムでキャラクターにリアクションを取らせ生放送やゲーム実況を行わせることを可能にしている。 同じ二次元もしくは三次元のキャラクターであってもアニメやゲームと異なり直接に生放送での視聴者とのやり取りが可能なことなどから人気が高まったと言える2020年の段階では1万人を超えるバーチャル YouTube が活動を行っているモーションキャプチャとは動きのある物体に関するデータを取り込みデジタル化するための手法のことを指す人が手や頭に 専用の機器を装着し、例えば赤外線センサー等で動作を測定することによって取り込み、そのデータを利用することで、スポーツにや医療用のデータ、さらにゲームキャラクターや映画のコンピュータグラフィックスといったものに動きをつけてきた。例えば、ゲーム開発では日本においては1990年代から、その利用が見られ、1993年発売の バーチャルファイターを一例として挙げることができる。また、一般ユーザーが、モーションキャプチャーを手軽に使えるようになった初期の、ものとしてはキネクトを挙げることができる。2010年末に、ミカミクダンスがキネクトに対応したことにより、初ネミクをはじめとした二次元キャラを、モーションキャプチャーで動かしての動画投稿が見られるようになった。一方で、バーチャル YouTuber はこのモーションキャプチャーの技術を利用し、 生放送においてリアルタイムでキャラクターにリアクションを取らせることによってゲーム実況や視聴者との直接的なコミュニケーションを実現させていることに大きな特徴がある。キャラクターの動作や声を担当する人のことを魂と表現することもある。このようなモーションキャプチャーを利用してのリアルタイムでの生放送という現在のバーチャル YouTuber と同様の形式を取ったものとして ウェザイドタイピーアイリーを挙げることができる。2012年12月7日の空友パーティーにおいて、モーションキャプチャーを利用した会場でのお披露目が行われ、2013年2月4日から試験的な放送が行われ、2014年4月10日にソリーブナイトから本格的な出演が始まった。近年では、フェイスリグなど、ウェブカメラを使って手軽にモデルを動かすことのできる、 サービスなども開発されており、バーチャルユーチューバーになる手段の勘弁化が進んでいる。初期のバーチャルユーチューバーにおいては、全身のトラッキングを用いた 3D モデルを使用したキャラクターが多かったものの、2次3次など、後発のキャラクターの多くは iPhone に搭載されたフェイストラッキング機能を用いた 2D モデルを採用しており、 そのようなモデルを採用することによって、演者の負担を軽減し、より簡易な動画制作や配信を可能にしている。2D モデルを用いたバーチャル YouTuber は、YouTube ライブにおける投げ銭を主な収入源としていることから、バーチャルライバーと呼ばれることもある。バーチャル YouTuber の活動者をグラフ化した画像。出所、ユーザーローカルバーチャル YouTuber は、 様々な実験や検証、対談、知識の伝達、ファンとのコミュニケーション、ゲーム実況、歌、ダンスなどを活動内容としている。音楽との親和性が高いともされ、オリジナル曲の楽曲提供や、バーチャル YouTuber に特化した音楽レーベルの設立、VR ライブの開催など音楽業界との交流も進んでいる。2019年1月2日には NHK 総合で、 バーチャルユーチューバーの歌に関する特別番組、NHK バーチャルのドジマンが放送された。また、ファンによる二次創作活動も多く見られる。バーチャルユーチューバーの総数は1万人を超えており、2018年7月10日時点で、登録者数の合計は1270万人、動画再生回数は7億2000万回に上っている。 なりたい自分になれる、制約を乗り越えることができることが大きな魅力であるとされ、現実の性別、外見にとらわれない活動をする者も数多くいる。特に青年男性の演者が美少女のアバターを用いるケースは、バビニクおじさんとも呼ばれている。企業がキャラクターを擁立することでその収益によって運営を行うケースや、個人が非営利的に趣味で配信を行うなど、 その配信目的は非常に多岐にわたるとみられる。2018年から特に流行したことは概念であり、バーチャルユーチューバー、ベトゥーバーがネット流行語大賞2018の金賞を受賞。今年の新語2018でも第5位になっている。ジャストシステムが2019年3月1日までに行った調査によると、バーチャルユーチューバーは10代の67%。 20代の50%に認知されている。ベトゥーバーの検索人気度は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行期に上昇しており、現実のアイドルのケヤキザカ46と同等の水準に迫っている。バーチャルユーチューバーは、活動の主たるプラットフォームとしている youtube から、言及及び特集される存在となっており、2018年12月13日に、 YouTube リワインドにて2018年の VTuber 動画ランキングページが開設された。2020年12月、YouTube はその年のカルチャートレンドレポートにてベトゥーバーの月間視聴回数が15億回を超えていることを明かした。また、ユーザーの47%はキャラクターまたはバーチャルのクリエイターが作成したコンテンツを視聴することに 積極的であるという調査結果を公表した。ロート製薬公式 YouTuber であるネバキヨシココロ。クリーは2018年4月5日にバーチャル YouTuber 事業に100億円規模の投資を行うことを発表した。サンリオとカオは日本国内でバーチャル YouTuber を活用している。また、日本の大手 YouTuber は ユム等の MCN に参加する者も,も多いが、この風潮を反映してか、バーチャル YouTuber 独自の事務所を設置する企業も現れている。茨城県が独自のインターネット動画メディア、イバキラ TV のアニメキャラクター、うばらひよりを2018年8月3日に公認。初の地方自治体公認バーチャル YouTuber となる。日本プロサッカーリーグ正会員チームにおいては、 2019年6月11日に J2 リーグに参戦している FC ギフが週休務でデビューしている。また民放連加盟局においては2020年にチューリップテレビが奥田双葉でデビューしている。BBC によるとバーチャルユーチューバーは個人的なことやアイデンティティの問題に拘束されないことに特徴がありバーチャルユーチューバーが世界的な人気を得たのは 日本国外に日本の文化やアニメを愛好する大勢の顧客がいることが影響しているという。台湾の東南下議大学はバーチャルユーチューバーへの参入を希望する企業や人材を支援する取り組みを行うことを表明した。2019年2月にはキズナアイトアカデミー助演男優賞受賞者のクリストフ・バルツ、映画監督のロバート・ロドリゲスなど、 ハリウッド映画業界の関係者が共演し、賞賛を受け、お互いの手を握るポーズを取った。VTuber は、ツイッタートレンド対象ピックアップアワードに選出されている。ネット流行5002018では、バーチャル YouTuber が第2位になったほか、10位以内にバーチャル YouTuber の、電脳少女白、ガツノビトや、これに関連する、二次三次が、ランクインしている。さらに、 バーチャルユーチューバーが SMBC の2018年ヒット商品番付の東前頭後に VTuber が日経 MJ の2018年ヒット商品番付の東小結びにも選出されている。稲見雅彦によればベトゥーバーは性別や障害といったハンディキャップを乗り越えて誰もが活躍できるデジタルサイボーグとも言える存在である。うどうゆみこは バーチャルユーチューバーは自由に好みの姿をカスタマイズできるが、それは誰でもできてしまうと述べ、だからこそバーチャルユーチューバーとして他と差別化し、人気を集めるためには、中身の素質や親しみやすさ、固有のスキルが重要になると指摘している。落合陽一は近代が法人を作ったと仮定した上で、コンピュータ時代、または21世紀に登場したバーチャルユーチューバーは、 自然人らしいと指摘している。マツコデラックスは自身がベトゥーバーになりたいとは思わないと前置きしつつも面白い、ベトゥーバーというかバーチャルのキャラを返すのは普通のことになってくるんじゃ、ないかしらとした。ありがとうございます。